ったいない、わからないなんて問題外よ、教えたい気づかせたい、リップサービスしない絶対、でも人のことならどうでもいい、私だけならとっておき、 My style is the best、 貫く My love My love My love。 彼がどれだけすごいラッパーか一生懸命説明しました。俺にはなんかよくわからなかったと言われたいた、仕方ない、どこがどうすごいのかうまく言えなくて申し訳なくなるが、そもそも良さがわからないだけ、そんなやつこちらが願い下げっていうか、なんかわかりづらい魅力、言葉じゃ分かりづらい人、ど真ん中じゃなく佇むというか、ちょっとだけ地味山形くん、でも持ってる確かな目。 It's foggy now because of the... Well, but you can still see. プロのやつがさ、スナック食べたいって言ってんのね。 Gas is expensive. Well, nobody can see nothing.Don't buy a German car. They're expensive. You rest of the day. Okay.彼は奥やばい、彼は得高い、彼はすごい、彼は文化遺産、彼は世間の知名度さっぱりない、好きとかラブじゃなくて信仰、本名が心と書き信と、読むの渋い、聞くと気分いい、好きすぎて逆に憎い憎い、俳句に通じる B、 無駄がなくて唯一無二すぎる、類まれなる才物、選ばれしラッパー、好き好き好き、誰かと語り合いたいけど、好きな人がなかなか見当たらない。今マラソンあたりに着きました。スターバックスで休憩、休憩というか、あのキャメロンがトイレ行きたいからトイレ行って、でこれからまた車で走るよって感じ。子供3人とのロードトリップは超大変です。超大変、30分おきに止まったりとか、1時間おきに止まったりとか、なんか1人赤ちゃんが泣き出しておっぱいあげて、よし行くぞってなったら、30分後に今度フローレンスが泣き出してとか、でその1時間後にキャメロンがトイレ行きたいとか、もう全然先に進まないのね。あ、皆さん、2年前さ、私がロードトリップしてさ、もう一生この先ロードトリップしないって言ったけど、またしてるって思ったでしょ。だってさ、安いっていうのもそうだけど、なんでロードトリップしてるんだろうね。まあ結局安いっていうのがだからかな、まあ、あとアメリカだとさ、なんか結構そのロードトリップが普通というか、うん、みんな普通になんか、みんな普通に西海、あ、うちら東海岸じゃん、うちら東海岸だから、そこから普通にキーウエストとかフロリダとか行くの、みんな普通に車でしょみたいな、もうそれが普通だからね。まあ飛行機で飛ぶ人もいるけど、なんかそれでこのさ、こうやってさ頑張ってさ、子供たち連れていろんなとこ行くのもさ、全部子供たちのためなんだよね。なんかうちの旦那側のお父さんの方が、なんか私たちが遊びに行った時とかも常に、あ、子供の時にこういうところに連れてってもらって、どったらこったらとかさ、なんか小さい時にスキーに行ったとかで、どこの州のどこどこに行ったとか、なんかやっぱりさ、子供の時の経験って大人になっても話すんだよね。で自分の子供にも話すし、自分の孫にも話すし、自分が子供の時にした経験って一生ものなんだと思うので、私はさ、3人兄弟の真ん中なんだけど、
自分の親が結構インドアのタイプだったから、あんまりこうなんていうのかな、外に出てなんかするみたいなあんまりしなかったお家だったのね。だからなんかすごいキャンプ行ってた人とかはすごい羨ましかったし、なんかいろんなところ旅行に行ってた人とかさ、すごい羨ましかったし、だからこそやっぱり自分の子供たちにはね、旅行行けるとこは行かせてあげて、なんかそういうアクティビティとかさ、 できるんであればね、させてあげて、でしたらやっぱり成長するとね、視野の広い大人になるというか、なんかなんていうのかな、話す視野が広まってる大人になるかなと思って戻ってきた。はい、いいよ。じゃあ、あともうちょっと頑張りますよ。生まれなる才物選ばれしラッパー、好き好き好き、誰かと語り合いたいけど好きな人がなかなか見当たらない、残念だけどラブラブハート、ダメだこの曲だけじゃ説明不可能。いいってマジで、名前だけでも覚えて帰ってくださいね。売れるよ多分、20年やってるけど、これからじゃ。知らないなんてもったいない、わからないなんて問題外よ、教えたい気づかせたい、リップサービスしない絶対、でも人のことならどうでもいい、私だけならとっておき。 My style is the best、 貫く My love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 、 超マニアックけど一番私の。みーマミー、ありがとう。ホテルに着いたぜ。ちょっとルームツアーします。アウチ。ここが何、ここはね、シンクで、これがトイレじゃん。ここがトイレでしょ。アウチ。で、ここがベッドルーム、2つクイーンがあって、で、ここに椅子があって、テレビがあるみたいな感じで、ここに小さいキッチンついてるって感じ。ここについて一番初めに行ったお部屋、鍵もらって行ったお部屋が鍵が開かなかったので、またフロントデスクに戻って、でまた戻ってきた新しい鍵持って、で開けようと思ったらまた開かなかったのね。でもうそれですでにうちら今日10時間車運転してきて、でもうすごい疲れてるわけじゃない。で子供たちとかもさ、やっと車からこう出て、もう車のね、車乗ってなくて行くてさっていう時に、そのお部屋の鍵が開かないっていうのはすごいストレスフルなわけよ。イライラするじゃない。でそう、一回鍵が開かなかったんだよ。でフロントデスク戻って、でまた開かなかったじゃん。で私も時にもうその時エリソンがすっごい泣いてたから、はーと思って、でうちの旦那がまあ鍵持ってもう一回フロントデスクに行ったんだよね。でしたら、まあ次違う部屋連れてってもらって、でまあそこは空いたので、まあそれがこのお部屋なんだけど、はあ、まあよかったよ。一番おはようございます。今日はこれからダウンタウンの方に行きますよ。今日と明日ぐらいしかゆっくりできないから、昨日は一日中運転してて、昨日はオーランドから、10時間かけてキーウェストまで来て、で昨日は本当一日中運転してたから、今日と明日ぐらいしかゆっくりできないから、今回キーワスト来るのが4回目なのになるんだけど、もうなんかだいたい毎回来るために行くレストランとかが決まってきて、なんかもう1年に1回はあそこのレストランのあれ食べたいみたいな、もうそんな感じで。そう、あ、エリソンがお風呂終わったって。
そう決まってきちゃってるから、まあそこに行ったりとか、あとはもう日焼けするためにビーチ行こうかなって感じ。また来たぜ、キューバンコーヒークイーン。What's that, sugar? Okay. Okay, guys, so this is the single shot espresso. Okay. With the stick in the top, they have a sugar, okay? Okay. Okay, thank you. You're very welcome. 見て、このさ、コーヒーのストロー、紙のストローなの。紙のストロー、フロリダはどこに行っても紙のストロー使ってる。のワイルドのワイルドチキン、普通に外にいるんだよね、いっぱい野良猫みたいな感じ、なんかもらおうとしてんのかな、それか自分が行こうと思った人が来たから動けないみたいな。 Come on chicken, come on. Come on chicken. Of course. Of course he's gonna run away. Come on chicken, hi. Hi chicken. あ、ここにベイビーたちがいる、かわいい。これマミーじゃない、あ、かわいい、あ、かわいい、ベイビーたちが来た。 Oh my god, they're so cute. かわいい。ランチ買ったで、なんかもう子供が3人もいるとレストランで食べるのは不可能に近いから、こうやってホテルに持ち帰って食べるけど全然 OK、 味わえるから OK、 雰囲気は味わえないけどご飯味わえるから OK。
今日も夜ご飯はホテルで2号を食べました。今日買ったのはね、あれパックで、あ、ここにあるな。今日は何を買ったかというと、ね、フローレンスにも買ったのよ。あった。フローレンスにはね、これ、このマーメイドの腕輪を買ったでしょ。買ってあげたでしょ。っていうのも私がアクセサリーを買ってたから、買ってあげないと悪いかなと思って、でこれを買ってあげたの。で、あとこれ買ったじゃん。で、あとはこのミサンガ、プロミスリングだっけ、ミサンガだっけ、2つ買ったの。これ2つ、このね、この腕につけてるのは自分で作ったんですよ。ただビーズ通しただけのやつ。これ買ったの。あとこれ買った。今日買ったのそんぐらいだよね。あともう食べ物全部。なんか、あ、ランチもそうだし、ランチは何食べたんだっけ。あ、そらそらそら。2年前も食べてすっごい美味しかったやつ。コーンとあとサラダなんだけど、あのサラダすごい美味しいのね。なんか多分あれビーツなんだけどさ、ビーツがちょっとビネガーにマリネされてるやつで、なんかハーブとか乗っててもすごい美味しい、あのサラダなわけで、プロテインとか何も乗ってないんだけど、すごい、あのすごい暑い日とかはやっぱりさ、ビネガーみたいな、なんかああいう感じで食べたくなるじゃん、暑いと。なんかすごいね、美味しかった。あれとコーン食べたでしょ、お昼は。で、夜ご飯はまたこのね、魚食べたの。魚超美味しいわけ。あれもちょっとビネガーのビネガーにマリネされてるやつが上に乗っかってるやつなんだけど、マリネされてる、あ、玉ねぎが そのお魚の上に乗ってるんだけどさ、すごい美味しいわけ。この2つのレストランは来ると言ってるところなのね。でもうキーウェスト来たらもうそこ行かなきゃでしょみたいな、私のあるからさ。あとキーワード来たら必ず飲むのがキューバンコーヒー。初めの、あの今日一番初め朝行ったコーヒー屋さんがキューバンコーヒークイーンだったかな、名前がキューバンコーヒークイーンだったかな。なんだけど、あそこのエスプレッソのショットがまあ、すごい美味しいわけ。キューバのエスプレッソのはずなんだけどさ、お砂糖が結構入っててクッみたいな、すごい、まあ、超美味しいわけで、もう今回はいつもコーヒー飲むときディカフを飲んでるんだけど、あれはちょっとそのままストレートでカフェインのやつ飲んでるじゃん。で、普通に持ってたコーヒーもあれもキューバンコーヒーなので、なんか違う名前なんで、なんかラテみたいな感じなわけ。そう、そう、そんな感じじゃんか。あー、すっごい、もうね、旅行に行って何を楽しむかって、まずそこにあるさ、アトラクションとか、そこにあるほら、なんか建物とかさ、なんか有名なものとか、あとね、見たりとかさ、そういうの、まあ旅行楽しむわけじゃん。あとホテルの中を楽しむとかさ、ホテルについているプールを楽しむとかあるじゃん。だけどさ、私の中で結構大きいパートなのが食べ物なのよ。私食べるの大好きだから。あ、皆さん、もうまだ痩せないよ。この子生まれてから何ヶ月経った？3ヶ月か。3ヶ月経ったけどさ、もうさ、食べるのが楽しくてしか仕方なくって、相変わらず食べるのが楽しくて仕方ないくって、で全然痩せませんわ。太ったって言わないで。だから太ったからさ。でも次会う時ガリガリになってるから私っていうのが口癖なんだよね、みんなに。
次会う時ガリガリになってっから私って言うと、あのいつものドヤ顔で言うわけ。だからさ、食べ物さ、はあ、やっぱりお金払うのに美味しいの食べたいじゃない。だからそうで、明日は今日がキューバスとなんだかんだ2回目なんだよ。昨日一日中運転したけど今日が2日目じゃん。で、今日はそのあのキーウェストのダウンタウンうろうろしてきて、朝でその後海に行ったんだよ。ホテルの目の前にあるビーチに行って、で、まあ、ビーチがあんまり綺麗じゃなかったんだよね、まあ、毎回来るたびにがっかりするんだけど、キーウェストのもう先端の方ってあの海綺麗じゃないわけあのね、綺麗な海はどこかっていうと、前回行ったところ、ホンダステートパークっていうあのところがあるわけ。ね、全然キーの方じゃなくってキーズなんだけど、その真ん中あたりの、全然先端じゃない方ね、真ん中あたりの方の海の方がすごい綺麗なの、透き通ってて、でなんかワカメとかも少ないし、ワカメ海藻とかも少ないし、だから、明日そっちの方に行くのよ。明日そっちの方のマラソンっていうところにホテル1個取ってて、でそこで一晩するんだけど、ホンダステートパークに行って、まあ、それはまたビーチがあるからさ、そこで遊びで、で日焼けしたいんだよね。だからそこで遊んでみたいな感じ。あ、ちなみにですね、キーウェストはアメリカの最南端の場所なんですよ。一番下の下の南の一番南のところなのね。だからカリビアンとかがさ、下の方にいっぱいあって、何があるっけ、パナマとかキューバとか、あと何がある、なんかいろいろあるじゃんか、そういう下の方のアイランド。歴史的にそこ、そういう国との関わりが深いところなのね、キーウェストって。キーウェストってまだフロリダの一部なんだけど、もう本当にアイランドだからさ、カリビアンの人もいっぱい住んでるし、でも他に誰が多いかっていうと、ロシア系のロシア人とか、あとアジア人もいるんだよね。チャイニーズ系とか結構あのいっぱい、まあ、みんなビジネスしに引っ越してきてるんだと思うんだけど、そういっぱいいるのよ。あとはカリビアの人たちが多いか。そう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 、そんな感じ。まあすごい歴史の深いところなんだけど、なんで毎回ここに戻ってくるかっていうと、なんででしょうかね。なんでかと言いますと、まあ、姉がフロリダに住んでいるからっていうので、こう姉に会うついでに、まあ、こっちの下の方にも来ちゃってるんだけど、うちの旦那が10代の時に、夜中さテレビで旅行番組見てたんだって。でその旅行番組でいつもあのキーウェストになんかその旅行するさ、いるじゃん、あの主人公の人、旅行チャンネルのその主人公の人いるじゃん。毎回キーウェストに行ってたんだって。でそれをテレビで見てて夜中で、あーいつか行きたいなって思ってたらしいので、実際そのうちの姉がフロリダに引っ越してきてね、何年ぐらいになるよくわかんないけど、で引っ越してきて、で姉に会いに来る機会が増えて、でしたらもうそのまま下まで行ってキューベストまで行けばいいじゃんみたいな。だから毎回姉たちに会いに来るときはそのついでにキューベストにも行っててみたいな。だからもうなんかもう恒例みたいな感じになってきてるのよ。でこれが4回目なんだけど、あ、この子3ヶ月になりました。この子が生まれた時の出産エピソードのビデオ撮らないとね、やりたいのよ。あのやっぱり2人目フローレンスのやつビデオ作ったんだけど、全然やっぱ違かったから面白いよね。そうそう、だからそれも作ろうと思ってます。それはしっかりお化粧して可愛い服着て、ですごいライトが当たってる前でゆっくりと時間がある時にビデオ撮ろうと思ってますから。なんかね、ビログってやっぱりこういう感じだと簡単に撮れるんだけどね、ほんとメイクのチュートリアルとかさ、そういうなんで座ってってなると今ちょっと難しいですとか言ってる。
な、おしっこしてる、帰よう。じゃあね、おやすみなさい皆さん。ボケたりボケなかったり。Good night. Good night. この子昨日から一日中裸。車の中暖かくなっちゃうから裸にして、それからもずーっと裸。Alright, じゃあね、バイバイ。See you tomorrow. 知らないなんてもったいない。わからないなんて問題外よ。教えたい、気づかせたい。リップサービスしない絶対。でも人のことならどうでもいい。私だけならとっておき。 My style, インスタベース。